チャウフィッチです。本日はですね、今回はですね、一番くじを引いてもらいました。イエイイエーイ。はい、ということで今回のくじはですね、ウマ娘プリティダービーの一番くじとなっておりまして、はい、第8弾目ということで、はい、なんかさ、行くたびになんかさ、いろんな娘のどんどんね、そうそうそう、置いてある気がするけど、でもまだ8弾なんだね。で、一応セブンを中心にって感じですね。はい、はい、あ、そうだったんだ、今回はね。で、A 賞ではナイスネイチャーのフィギュア、はい、で、B 賞ではタンホイザのフィギュア、はい、で、C 賞ではイクノディクタスのフィギュア、はい、で、D 賞ではターボのフィギュア、はい、っていう風に犬がちょっとちょっとだいぶね、茶化ついて遊んでますけど、これね、はい。でね、ビジュアルライズスタンドといったものや、はい、アクスタなどといったものがありまして、はい、ラストワンはマチカネタンホイザのフィギュアのラストワンバージョンという感じです。はいですね、はい。なんかね、その店舗によってだいぶばらつきがあるようなくじですね、うん、意外と。そうですね、ああ、うん、なんかすぐ早くなくなっちゃったところと、なんかまだいっぱい置いてあるところと、うん、結構分かれてるという面白いくじだよね、これね、うんうん、そうだね。はい、だけどね、やっぱりね、キャラクターがいっぱいいるからどんどん出てくるね、くじもね、うん、はい、そんな感じですね。はい、では、はい、まず早速ね、やっていきましょう。はい、で、まず順番にやっていきたいと思います。はい、まずはですね、はい、計4回引いてまいりまして、はい、で、H 賞の東海帝王、はい、こちら選べます。はい、こんな感じに結構デカめ。そうだね、うん、これアクリルコースター、うん、だから飾る方が メインなの。そうだね、多いので、どうなんだろう、ちょっとでもまあ使おう、もしダブった場合は使えるっていう。へー、でもさ、コップとか置いちゃうと滑っちゃうね、これアクリルのね、うん、多分もしかしたらそういうのなってるのかもしれない。あ、そうか、滑り止めがついてるのかね、ゴムとかで、うん。で、H 賞のもう一つが鈴鹿。はい、で、なんか説明を見ると、はい、あ、でもコップ、コースターからコップがはみ出すと不安定になるってことは、うん、置く前提に作られてます。なるほど、なるほど。これ8種類で誰がいたのか、他に。他にですね、ああ、もちろんスペッチャー。はい、まあ、で、あとゴルシー、うん、マックイン、うん、シンボリル・ロルフ、はい、で、北里の2人や、ハッピーミック、はい、で、ミスター CB、うん、で、つるの、つるまる、つよしっていう馬がいました、うん、はい、なるほど。その8種類、面白い8種類だな。でもなんか、うん、人気どころとちょっとレアな感じのと両方入ったようなくじですね。一番結構レアなのはハッピーミークのグッズが結構かなりレアとなっておりますので、はい、見つけたらラッキー。そうですね、ね、結構出てて、ね、うん、まあ選べるって結構いい、うん、ね、うん、でですね、こちら、はい、次 G 賞のこれ、はい、カラビナ付きマルチケース、はい、ね、まあね、こういうのありがたいね、うん、でこちらなんとランダムです、はい、なので何が出るか、これ何種類？全8種類か、8種類となっておりまして、はい、でスペッチャン、うん、グラスワンダー、うん、エルコンドルパスタ、セイウンスカイ、ビワハヤヒデ、うん、ウィニングチケット、成田大神、キングヘイローとなっております。まあどれが出てもいい感じだね、これは。そうだね、うん、さて、はい、ね、一番怖い時です、はい、これ。そうですね、ドキドキする瞬間です。そうですね、はい、これは何でしょうか。はい、ね、ランダムだからね、怖いのよね。そうだね、なんかもう選んでくるしかないもんね、箱をね、いろいろ練ったんですけどね。そう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 、そう、前から出た方がいいのか、後ろから出た方がいいのか。おっと、来た来た来た、うん、おっと、狙い的中、うん、うわ、すごいね、8分の1に、うん、お、すごい。じゃもう運を使い果たしたね、君は。ね、まあね、競馬予想でもね、はい、地方、今日も、4番人気当てたのかな、3番。そうだね、はい、もう森さんが最近好きで、宇宙さんはもう森タイトさんにもう偏ってますね、だいぶ。でもそれで来てるんで。そうだね、やっぱ森さんうまいよね、うん、でも、うん、こちら、はい、ドン、スペッチャン。おー、よく来たなね、うん、あ、でもさ、それさ、中に入れてさ、歩けるね、カバンとかつけて、うん、なんか、うん、ああ、ちょっとしたコツを ね、 そうね、あれあったかもね、うん、ああいう感じで、うん、なんか鍵とかも入れておけるし、ね、ちょっとこうした小銭とかね、ね、便利便利便利。
意外とでかい、うん、だってコースターの横幅分以上あるんで。そうだね、だから結構入りますね。たまに中途半端な大きさのものがあるんで、うん、ね、確かにね、一番くじをずっとやってるとそういう風のが分かってくる。そうなの、なんか何を入れるんだろうみたいなのはたまにあるんですよ。そういうのが ね、結局困っちゃってよく、うん、でですね、はい、アクスタ、はい、当たりましたんですけど、はい、もうほぼほぼね、壊滅状態で、ね、なくて、ね、せっかく当たったと思ったんだけどね、6人選べて、うん、本当は選べるんですけど6分の誰かか、1か、うん、1だったんですけど、うん、実際いたのは3分の1とか、ね、そう、もう3人ぐらいしかいなくてね、うん、で、こちらを選んできました。はい、ね、待ちかね、服着てあるんです。はい、まあ可愛いなと思ったんで、うんうん、なんか運が来そうっていう。そうですね、はい、同じ占い師としてはい、ね、同乗者です。そうそうそう、だからどうしてもやっぱこっちに偏っちゃって、はい、そうですね。そう、馬娘の頃はライブ行った話をしたじゃないですか。多分あのこれ見てる方ね、あの見てくれたかどうか分かんないんですけど、行ってきたんですよ。その時にもね、可愛いなと思ってすごい見てて、私は、うん、だからね、ついついこれを手を伸ばしてしまいました。はい、そんな感じでもっとやろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、残ってるものを見て複雑な気持ちになったので ね、微妙なところなんですよね。そう、なんかちょっと数との計算がね、うん、あとなんか 余ってるものが同じでね、ここから引き始めると一番最悪なのが一番下で全部余ってるパターン。そう、だからね、やっぱくじも難しいよね、うん、本当ね。だからね、そう、今回はここであのね、締め切って帰ってきたんですけど、はい、そんな感じですね。また次は9段ですね。いつ頃ですかね、いつ頃出るんだろう。多分近々だね、きっと映画も始まるし、うん、はい、映画に合わせて、しかもメンバーもで、ね、今回ジャングルポケット、そうですね、6月28日よりで、はい、またこちらも7です。あ、セブン多いね。で、まあ先に、ね、告知として、マンハッタンカフェ、うん、アグレスタキオン、ジャングルポケットのフィギュア、はいはい、でその他は、マンハッタンカフェのラストワン、はい、でアクリルカラビナ、こういう感じのものとか、アクスタ、はい、だから大体のものが、うん、なんだ、絵柄違いをどんどん出すっていう感じですね。なるほどなるほどっていう感じです。はい、なんかね、楽しみですね。私ジャングルポケットちゃんすごい可愛いと思ったんで、はい、はい、キャラ的にも好きな感じなので、ね、映画も楽しみにしてるんですけど、はい、だから9段もね、ぜひね、引いていきたい。今回はね、早めにちょっと行きたいなとは思ってるんですけど、まあね、一応その前にもロードトゥーザトップをやるという、もう探すの難しくて、いつもやってるとこで置いてなかったりとかね、なんかね、そう、違うくじになってたりとか ね、しかも調べても置いてなかったりする。そうなんですとかね、一番くじ結構難しいんですよ、なんか配送の遅延とかでも、うん、なのでね、あと時間とかもそのお店によって違うので、発売開始時間がね、うん、だから行ってみるのが一番ベストかな。そうですね、はい、そんな感じになっております。まあコンビニ、こう、うちの近くの辺はいっぱいあるので ね、あのね、あのはしごして、はい、今回は行ってみようかなというふうに思っております。はい、はい、ということで、はい、では締めますね、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you again、 バイバイ、またね。動画見てくれて感謝です。今日からキムをファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や、綺麗になりますよ、メイク動画や、今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again、 シャキーン、バイバイ、またね、バイバイ、登録して。